バッファローはアメリカ海軍のロサンゼルス級原子力潜水艦の28番艦。艦名はニューヨーク州バッファローにちなんで命名された。都市名を持つ艦としては未完成のファーゴ級軽巡洋艦5番艦以来3隻目だが、初代バッファローも気航直後に空母パターンに改名、改造されているため、バッファローの名で収益したのは初めてである。ルナンバー採用以前の2隻の バッファロー号はアメリカバイソンの通称に由来すると言われる。バッファローの建造は1976年2月23日にバージニア州ニューポートニューズのニューポートニューズ造船所に発注され、1980年1月25日に寄港した。1982年5月8日にジョアン・ケンプ夫人によって命名、浸水し、1983年11月5日に G. マイケルヒューイット艦長の指揮下収益した。1999年にバッファローはドライデッキシェルターの搭載ができるように改修が行われた。2002年にはハーイ州真珠湾で艦独入りし、ハワイで核燃料を補給した最初の艦となった。2005年11月後半には内蔵衛星通信機で情報収集できる水中グライダーを格納するために、 DDS が使用された。2017年5月退役した。ありがとうございます。